バイオメトリックパスポートの発行国土入済将来導入予定バイオメトリックパスポートとは生体認証技術を個人情報記録のために利用した IC 旅券である。電子旅券、電子パスポート、IC パスポートなどとも称される。IC 旅券の使用を定めている国際民間航空機関では IC 旅券にバイオメトリックデータを記録する際には 顔画像を搭載することを必須事項とし、指紋画像と交際画像の搭載を各国家の任意事項と定めている。記録される顔画像はパスポートに貼り付けられる顔写真と同じ画像である。しかし、写真は切り貼りなどの加工により偽造される恐れがあるのに対し、IC カード内に電子的に記録されている顔画像を書き換えることは技術的に困難であるから、両者を 比較対象することにより、偽造を見破ることができる。バイオメトリックパスポートと称してはいるが、実際には、生体認証技術は用いられておらず、上記のように電子的に記録された、顔画像を IC カードリーダーで読み込んだデータを、パソコンのディスプレイに表示して、係官が目視でチェックしている状況である。パスポートの表面記載事項に対する偽造防止には、効果を発揮しているが、 本来目指していた生体認証技術を用いた自動的な機械による高精度の本人確認が今後の課題である。ただし、記録が必須となっている顔画像を用いた生体認証は高精度な本人確認を行うことが困難とされており、実効的な認証制度を期待するにはオプションとなっている指紋、交際、あるいはその他の生体情報の利用が必要である。 しかし、これらはオプションであるために利用が全く進んでいないのが現状である。例えば、アメリカ合衆国では US ビジットにより入国する外国人の両手10指の指紋登録を必須としていたり、日本の空港でも入国する外国人に JBIS の指紋登録を必須事項としていたり、日本国旅券所持者向けに自動化ゲートの利用申請を 行うと、諮問登録が可能だったりするが、ここで採取された諮問情報は、各自の IC 旅券の内蔵チップに記録されるのではなく、各国が独自に管理するサーバーに記録されるだけである。もちろん、諮問情報の国際間の相互交換は行われていないので、ある国家で諮問登録していても、他国では利用することはできない。例えば、日本出国時に、 指紋登録済みの人でも、アメリカ合衆国入国時には改めて指紋、登録しなければならないし、その逆も同様である。フィディックカードに記録され、近距離無線通信技術により、記録されたデータの読み取りを行う。フィド企画、IC カード企画、IC 旅券企画などにより、企画化されている。バイオメトリックパスポートは、欧州、北米、 関太併用地域などでもすでに発行されている。日本国政府は2006年3月から IC パスポートの交付を開始した。IC カードは旅券冊子中央に閉じ込まれた英語 Do Not Stamp This ページの注意書きのあるプレートに埋め込まれている。外務省によると日本国旅券の IC チップには指紋は記録されていない。 QIC チップには何が記録されるのですか指紋も記録されますか外務省 IC 医療兼 FAQ2013 年7月10日閲覧ありがとうございます。